茶の湯ではいろいろな道具が用いられます。茶の湯の楽しみの中には、道具を使う楽しみ、見る楽しみがあります。茶の湯の道具には、見立てといって、もともと道具ではなかったもの、また日常生活で用いられていた身近にあるものに目を向けて道具として取り入れたものがたくさんあります。ここでは道具に親しんでいただくため、花入れと水差しを例に見ていくことにしましょう。例えば、身近にある竹などを素材とした花入れが作られています。また、漁師が腰に下げ、釣った魚を入れるカゴを花入れとして見立てたものもあります。江戸時代、船で酒を運ぶための大きなとっくりが花入れに見立てられました。鶴瓶は縄をつけて井戸の水を汲み上げるときに使われてきた生活用具です。それを手前に必要な水を貯めておく道具である水差しに見立てました。これは桜の名所、吉野の名物である鮎寿司の桶を土産として持ち帰り、漆を塗って水差しに見立てたものです。またこのようなスウェーデンの陶器にも塗り蓋をつけて水差しとしています。海外の工芸品が茶の湯の道具に取り入れられている一例です。日本各地、海外の工芸品を茶の湯に用いることも見立てであり、現代においても用い方や見方次第で誰でも道具に親しみ、茶の湯を楽しむことができるのです。